ってから沖縄だよ。イエーイ。はい、どうもこんにちは、中村美香です。今日はなんと初めての沖縄に行きます。イエーイ。なんかちょっと雨予報なんですけど、晴れるといいですね。行きます、行ってきます。バイバイ。はい、今日泊まるホテルはこちらになります。はい、部屋からこんな感じです。プールが可愛いですね。でも今日は寒くて入れない。こんな感じです。お部屋はこんな感じです。お風呂場が広くていいね。こんな感じです。見てる。やだだ。今日の娘ちゃんのコーディネートはこんな感じで、これね、ジェイミー K で新しく買ったやつです。下にパンツもついてて、あとこのね、リボンはマルクベビーのリボンになります。かわいいね。のリボンつけてるとね、おリボンが可愛いってめちゃくちゃ声をかけられますね。すごいね、立ってるよ、立ってる。ナンバーワン、ナンバーワン。はい、バイバイ。バイバイ。鉄板焼き大地さんに来ました。はい、個室はね、こっちのお部屋でした。じゃじゃん、個室です。あ、もういるの私。一緒に座ってます。バイバイ。届け、あ、これね。あ、いやいやいや、バイバイ。バイバイ。美味しそう。私はレモンサワーをいただいております。いただきます。ピーマミ豆腐めっちゃ好き。いいね、この沖縄っぽいさ、海ぶどうとかちゃんとしてくれて。おいしい、できました。おいしそう、プリプリ。おはようございます。髪の毛がクリンクリン。私のいつもご飯のお皿が用意されてます。僕だけダメ、危ないから。危ないって。危ない。うん、泣いて可愛いね。くれてんだ。僕がよかった。はい、今日の朝ごはんはね、さつまいもおじやと、こっちが鶏雑炊。私たちはサラダとね、なんかスープが来て、嬉しいクワーサージュースです。ビッグベネディクトが来ました。美味しいですか。今ね、八千雲の里に来ました。沖縄来たら毎年来るね、焼き物屋さんがいっぱいある場所なんですけれども、この子は寝ております。この体勢で笑ってる。寝ながら笑ってる。あ、ごめんなさい。はい、おやすみなさい。はい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 、おしゃぶりちょっとしてね。はい、じゃあ行きましょう。この道がね、私は一番好きな道でね、こんなトトロの世界みたいな綺麗な木のトンネルが
あります。これを抜けたところにね、多分ね、私の好きなとこがあるんだよね。ちょっと行ってみます。こちらになります。前に来た時にね、このお皿を買いました。あんまりここはね、いつも人も少ないし、すごくおすすめです。あら、座っちゃった寄ってきました。あたち人に慣れてるね。おお、すごい、ほら、ゴローしたこのね、お茶碗を2つ買いました。すごいおしゃれ。こんな感じの色合い、味があっていいですよね。あとはね、このお皿2枚とこっちの茶色いお皿2枚買いました。かわいい。これは友達が来た時に、あの、予想用の掘り皿としてね、購入しました。すごい柄がかわいい。ここのお店もめちゃくちゃ気に入っててね、いつも買うお店です。これのね、白い方のお皿を買いました。あともう一つね、一点物みたいなお皿をね、買いました。かわいいのよ。だいたいね、4000円から5000円ぐらい多いかな。はい、2つ目の焼き物屋さん、ひづきさんに来ました。めっちゃおしゃれです。扉もなんかガラスが落とすよいしょ。ここを買おうと思います。はい、星の屋沖縄にあるね、バンタカフェっていうカフェに行きたいと思います。はい、バンタカフェ、こちらになります。めちゃくちゃおしゃれなんですけど、おしゃれな建物、なんか多分ね、下にも行けそう。ここ下行ったら海みたいです。あそこにお茶してる人もいる。テラスがいっぱいありますね。普通にこの店内もあって、この辺は椅子がいっぱいある感じ。カフェ自体はちっちゃいんだけど、すごいね、おしゃれー。あー、最高。うどんしか食べました。でもなんかさ、ここの髪の毛がめっちゃクンクンクンってなってる。クン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 。はい、私もランチタイムです。カフェの星の屋でランチタイムしてまんちょお腹空いてた。出てきちゃった。死なーって。出てくるな。気持ちいいね、ここ。ねえ、畳でいいね。あ、なんかちょっと行くの。今日のね、ピアスはこちらになります。かわいい。これめちゃくちゃ気に入ってます。で、このネックレス、壁デザインのネックレスで、これはね、ジルコニアキュービックの、キュービックがついているデザインになってます。ニッケルフリーなので、金属アレルギーの人も大丈夫です。で、ピアスもステンレス316使ってるので、金属アレルギー OK で、水とか汗にも強いので、この夏もね、すごくおすすめのアイテムになっています。はい、2日目のホテルはこちら、雪スイート氷島さんに来ております。こんな感じでね、ミコノス島とか、あの、サントリーニのような雰囲気になっております。今日泊まるお部屋、こちらイロスっていうお部屋なんですけれども、この階段を上ると、で、これがなんかオートロックの鍵になってて、こうやってやると鍵が開いて中に入る。こんな感
感じで、すごいお部屋、天井もめちゃくちゃ高いです。で、キッチンがついてて、電子レンジと冷蔵庫と、これがキッチンで、はーい、お部屋こんな興奮してる。オーシャンビュー、ここね、プールがあります。プール付きのお部屋で、すごいわこれは。でね、ベッドが2つある。こっちにダブルベッド、クイーンサイズぐらいで、こっちツインの2つベッドがあります。めちゃめちゃええやん。そしてベビーベッドも用意してくれてて、でなんかね、この中にね、水とかね、なんかベビちゃんのいろいろ、あ、おむつ、これあれ、おむつまで用意してくれてるよ。サービスがすごい、いろんなの。あれ、この日焼け止めまで用意してくれてる。あらららら、これはいいね。子供連れの人もすごいと思います。これもビーチセットみたいな、じゃん。あ、こんなのも用意してくれてる。シャンプーとか。こっちがね、お風呂なんだけど、こんなめちゃくちゃ広い。2つ洗面台がついてて、ここがバスタブかな、ビューバスになってて、そうでね、子供用のね、この洗うお風呂のこれもついてました。すごいいいです。めちゃくちゃ最高。今日のみずきはステラマカトニーです。帽子はマルクベビーです。サングラスもマルクベビーだよって。サングラスは最近取っちゃうんです。かわいい、ビキニ着てる。あ、かわいい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 。イエーイ、初プール。全然怖くないんだ。怖くないの、私すごいね。風が強いんですけど、このね、アヒルさんを楽天で買いました。プールが遊んでるよって。楽しそう。上手で遊んでます。そしてこのね、ネックレスがパベネックレスなんだけど、水とかに濡れてもそんなに色が変わらないシリーズ、ニッケルフリーのシリーズになります。こっちのピアスもステンレス 316L なので、アレルギーも平気だし、水とかもね、結構強いシリーズになります。最高。じゃあ、ナイアークはマルクベリーの新色でしょ。あ、落ちちゃうよ。この頭につけているフラワークリップもマルクベリーになります。お、似合うね。かわいいね。ジジイ、イエーイ。ご飯食べに来ました。夕飯は車屋キッチン浜屋さんに来ました。こんな感じでタッチパネルで注文していきます。曇りです。寒そう。おはようございます。今日は朝ごはんを作っています。今ね、ゴーヤチャンプルを作ろうと思ってて、ゴーヤをね、塩もみしているのと、あとちょっとサラダと卵焼きとね、なんかウインナーを割って、これが冷凍庫に入ってたので、ウインナー焼いてちょっとアボカドとかでサラダっぽくして食べようかなと思います。キッチンがね、めちゃくちゃ広いから、ちょっと料理しようっていうことになりました。ここ、こうやって入れる、すごいこぼれちゃってる。あ、また来た、おちびちゃん。おちびちゃん、ごめん、どこ来るんだ。すごい大きな声。
朝食ができました。いい感じ。ゴーヤチャンプルとあと買ってちょっとね、目玉焼きとかソーセージとか簡単なんですけど、ちょっといい感じにできました。私もプールサイドで食べてるよって。優雅ですね。はい、旅行にね絶対持ってくるのがパンドラケアのクリームとオイルです。日焼けした肌とかにもねすごくいいのでおすすめです。南国行く時とかも。あとねこのサングラスもマルクの新作です。めっちゃ可愛いデザインが。はい、こちらのロンパーストネキャップはマルクベビーのものになります。帽子がね新作になります。刺繍が入ってて、これ多分ね3歳とか5歳ぐらいまで使えるかな。後ろがサイズ調節できるようになっています。今ね一番小さくしてかぶってるんだけど、ちょっと大きめなので結構大きくなってもねかぶれるんじゃないかなと思います。そしてこちらのロンパースは80センチのサイズになっているんですけれども、娘ちゃんも2、3ヶ月の時も着たんだけど、ブカブカだけどね可愛くて、で今もうすぐ1歳なんですけど全然余裕で着れるくらいだからね、このロンパースもすごい長く着用できるんじゃないかなと思います。バイバーイ。ジョージュ、はーい、3日目の朝です。やっと晴れました。天気がいいです。そうです。娘ちゃんのねこちらのドレスはステラ・マッカートニーのドレスになっております。私が着てるのはねマルクの新作のロンパースです。めっちゃ可愛い。で帽子もねマルクの新作になります。可愛いです。今日は、ソーキそば食べて、もうそのまま空港に行くようなスケジュールです。東京に帰ります。バイバーイ。ブロンパースはね、ここにフリンジがついてて、可愛いんです。ポケットもあります。パンツはめっちゃワイド。いい感じ。よいしょ。重いぜ、私。今日のお昼はメンソーレ浜屋さんに来たんですけど、浜屋さんに来ました。サインが変わります。はーい、販売バラなんかと、こっちがね浜屋さんのソーキそば。私は小で、旦那さんが普通の大きい方にしました。飲めてる。はい、海が見えるカフェにしましたよって。はい、ママのピニャコラーダとパパのチョコパフェ。すごいボリューム。スプーン大好きになっちゃってる。大きいよそれ。大きい大きい。みーちゃんも行った。今から飛行機乗るよ。